どうもさんです。今回なんですけど、パチプロ3人衆が1週間本気出したらいくら稼げるのかよ。3日目です。はい、前回までのね動画概要欄に貼ってますので、まだ見てないよって方はぜひそちらから見てください。前回のまあ大雑把な、結果なんですけど、まあ負けております、期待値は約10万円ほど積んでまして、はい、まあ内容には満足いってるんですが、まあ結果が出てないんでね、まあ、本日3日目なんですけど、今日でねちょっと収支の方はつけたいなと思ってます。で、天候は雪です。しかも雪歩くときだ。晴れ時々雪やな、これ。綺麗な。急に降ってたな。めちゃくちゃ寒なってたので、いきなり。ありえんぐらい寒なってた。今日はね、まあ、初代北斗無双が打てるかなと思って、まあ、抽選引いたんですけど、まあ、ほんまギリギリなんとか1台取れたみたいな感じで、今、スミョン君にそれは取ってもらってます。ですね。で、僕が、ガルのザン590。まあ、期待値そこまでないんですけど、まあ、持ち玉ないんで、とりあえず持ち玉作りたいということで、で、デス君がザン584かな、あーやったね、のガロ、取ってもらいました。本日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、今日は10万勝ちで、今日は絶対かと、とりあえず、さすがにとりあえずかと、まずで、行きますか。行きましょう。はい、はい、朝から U タイム行ったんで、もうすでに昼です。いただきます。いただきます。もう同じか、やべえよ。お疲れさんです。お疲れ様です。今で18時9分、はい、途中報告します。現金投資3人で、俺が1万8000、1万8000、2万2000ってことは4万、5万8000、5万8000あっとんの、はいです。持ち玉が俺がもう約今1000ぐらいやな。で、ですが1万4000発くらい、ほぼなしやな。ほぼなしとメダルが550枚。だから玉が1万5000玉とメダルが500枚ぐらい、うん、で負けてます。今のところ3日連続負けてます
まあ、ただね、残り3時間あるんで、まあ、ここからドラマを作りたいなと思います。で、僕がね、スミョン君が打ってた初代北斗無双を引き継いだわけなんですけど、はい、今あの収録日、この動画撮ってるんが1月の後半なんですよ、うん、このままやと、さよなら北斗無双はこのクソ回になってしまう俺のこのクソ引きで終わってしまう。で、このまま俺北斗無双をあの撤去させるわけにはいかん。はい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 、俺のあのたまにたまったこの弱い弱い引きをぶっ壊、もう爆発させるまでは初代北斗無双に追ってもらわなあかんから。で、なんか大阪3月ぐらいまであるらしい。マジで？今ツイッターのなんかコメントかなんかでリプ飛んできて3月まで行きますよみたいな、来たから、それやったらさよなら北斗無双3月にしようかなみたいな、まあ、ただね、いつにほんまになくなってもおかしくないんで、で打てる状況がほんまに最近ないんでね、壊せるときに壊しとかんとちょっとやっぱちょっと腹立つんでね。ということで、ちょっと今からもう3時間分回していきたいなと思います。今からスビョン、今まだガロ、あ、てかガロでなんか得意や言うとったのにさ。そうやで、そうやでって、俺にガロ出したら、まあ、任せとけ、俺にガロ出したら、まあ、バカするわって即スルーしたやん。即死したわ、ほんまの即死。大丈夫、でも今俺ガロ打とうかな。ガロ打とうかな。あ、またガロ打とう。まあけど俺の予想は単発。あ、僕全く期待してない。単発で、いや予想しよう、俺単発。はい、俺単発。はい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 、はい、あ、爆連。爆連。いや、予想しようよ。とりあえず表記1万発超える。次のスミョンのリザルト画面やな。リザルト画面って大注目。ああ、で、単発やったらあのボタンこのシュー取ってな。シューシュンって。でもこれシュンやから。シュンの瞬間もう勝ちやから。そこいる？はい。ああ、いるか。いるな。頼むわ、ほんなら。わかりました。3時間ほんま分回そう。了解です。そのままちょっと負けるん嫌や。じゃあ、北斗無双、ちょっと芝居できます。お疲れ様です。お疲れ様です。今ちょっとあのマイナス5度なんでね、ちょっとマジ寒いです。どこにおんの、マイナス5度。え、マイナス5度やから今。絶対5度にちゃうわ。5度ではない。絶対違う。
2度ぐらい。稼働終了しました。まあ今日の結果からいきますか。激投資58,000、はい、全部ちょだましたんですけど、出玉が 17,367 玉、はい、メダルが554枚、はい、仮換金したら 71,600円、はい、なのでプラスの 13,600円。おっしゃ、ついに3日目にしてやっとプラスになりました。あ、まあけどしょぼいけどプラスの 13,600円なんですけど、まあやっと一生上げることができました。ただね、動画おそらく見てる人わかると思うんですけど、僕はボッコボコに負けております。約1万5000から2万の間ぐらいかな、玉ね、円ちゃうで、玉な、あの玉ね、うん、ぐらいおそらく負けております。はい、これでな、さよなら北斗無双はさすがに無理、我慢できる、さよならさせへん。まあ、大阪なんか3月まであるみたいな言うとったね、情報があるんで、まあ、それがちょっとほんまなのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、まだ打つ機会、まあ、1回ぐらいはあるんじゃないかなと期待してね、まあ今日はもう我慢しようかなと思います。本日積んだ期待値はね、3人で、約 53,890円と、まあ、申し分ない結果になりました。僕だけの、まあ、1回データを言わせてもらうと、まあ、1台目にガロの残590回転行きまして、まあ、現金からのスタートやったんで期待値は約2570円でした、はい、まあ、これ安かったんですけど、まあ、そこからねスミョン君の台を引き継ぎまして、まあ、僕だけで通常1484回転、うん、回しまして、期待値の方が約 13,570円でトータル 16,140円、はい、まあ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 やれてる一日じゃないでしょうか。大雑把に言ったらスミョン君が今日は 23,540円、はい、積んでますと。まあ全部、まあ、ほぼほぼ U タイムなんですけど、 U タイム狙いで、デス君が 14,210円です、はい、ということで、まあ、53,000なんぼです。今日は3人で。まあ、あと4、5、6、7、あと4日間あるんでね。うん、まあ、この一勝を皮切りに、あとは全部勝ちたいなと思います。で、明日なんですけども、この次の日に撮影するんですけど、まあ、スロット狙えたら狙おうかな。抽選勝負なんで、抽選良かったらスロット狙います。はい、負けたら、海か、ガロか、その辺狙おうかなと思います。で、おそらく、打てるのは間違いないので、その辺はあんま心配してないかな。店の信頼してるんでね。うんうん、ということで、まあ、今日はやっと勝ったんで、このまま帰りたいなと思います。いや、 やっと勝ったね、でほんまに。そうやそうやそうや、稼働中に声かけてくれた人はね、差し入れめっちゃもらってくれたんですよ。すごい。これもこれもこれもすごいね。稼働中に差し入れいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でまあ、たまにねコメントとか、まあ、言われることあるんですけど、プライベートですかって聞かれるんです。うん、いつもプライベートです。毎日やな。毎日プライベートです。それはな。そうそう、で、今日はけどこの話しかけてくれた人にすいません仕事中にって言われて、それもそれで恥ずかしかったな。全然だから僕なイヤホンつけてる時とかもあるとは思うんですけど、いつでも喋りかけてもらったら全然対応するんでね、うん、遠慮なく声をかけてほしいなと思います。写真とかステッカーとかね、全然全然もう何でも対応しますよ。ただちょっとまあお店には迷惑かからないようにやらせていただいてますということで、本日の方は以上とさせていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイ。期待値。今3日間終了しまして、現在期待値と収支の方がこちら。テロップでジャキーン、ドーン、ドバ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 ジブシャー。マイナスにはなっておると思います。なっておるっていうか絶対マイナスよな。なっておると思う。ただ期待値はね、まあまあ順調に詰めてますので、うん、あと4日間しっかりと頑張れば、まあプラスに持っていけると思うので、まあそれを信じて頑張りたいなと思います。もうやることはもうほんまにこういう感じで期待値コツ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 積んでいくゲームみたいな感じなんでね。できればね、この7日間、1週間でどれぐらい稼げるのかって言ってるので、まあしっかりプラスには終えたいんですが、まあマイナスもあるんやどっていう一面もね、見せれたらそれはそれでいいのかなと思っておりますが、やっぱり勝ちたい。うん、間違いなく勝ちたい。という結論です。はい。ということで、まあ残り4日間お楽しみに。ありがとうございました。